はい、どうも皆さんこんにちは。というわけでですね、今回は世界の秘境にですね、ちょっとごめんなさい、まだ一個だけ行ってないところがあって、あのクレセリアを仲間にした時にこう一個出たんですね、導きの遺跡。今回はですね、こちらの方に突撃に行こうかなと思います。はい、というわけで、まさかのこのなんか聖なる場所っぽいのにこの悪役を連れてく土畜生になってるけど、はい、セロ、ダークライ、タネダの3匹でですね、今回は突入しようかなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ行きますか。あ、ちょ、ごめん。ボタン間違えちゃった。はい。あ、ちょっと待ってね、道具持たせていい？これなんか、この前回一人死んだからさ。このせいで。はい、じゃあ行きましょう。復活の種はね、6つかな。6つと、みんな復活玉が1つかな。持っておると思います。はい、じゃあ行きますか。なんかそんなに難しそうな雰囲気ないけどな。うん、わかんないけどね。はい、じゃあやっていきましょう。どうなんだろうな。そう、こいつさ、ダークライさ、ちょっと技思い出し、したんだけどさ、こいつダークホール覚えねえのな。知らなかった、マジで。うん。そう。ダークライなぜか知らんけど、ダークホール初手で覚えないっていう。なんでだろうね。なんでだろうね。あ、強えな。敵強いな。なんか BGM が、なんかいつものダンジョンっぽい BGM だから、そんなに警戒しなかったけど、ここやばいぞ。そうそう、この怪しい風がね、強いんだよ。え？何それ。ちょっと連携するか。あ、え、ダークライってゴーストタイプ入ってたっけ？あ、今回って別にゴースト入ってなくても、なんか、そういうのがある。こいつ悪単だよな。へぇー、暗黒ポケモン。あー、壁、すり抜けあるんだ。別に悪タイプ出なかろうと。悪タイプ、ゴーストじゃなくても、すり抜けれるやつはすり抜けれるっていう。なんかこの、あれだね。伝説のポケモンは水の上を歩けるみたいな。そんな感じか。でも面白いじゃん、ダークライ。ちょっと、ピンチになったらダークライだけで逃げるか。いいね。眠り守り。ちょっとこれは、まあ、ダークライがいるから。うん、いや、どうってことはないけど。うん。まあ、眠らせてくれやつなんていないでしょ。すげえ楽観的になってるけど。はい。怪しい風がね、強いんだけどね。敵にした時はさ、2段階もこいつ能力上がりやったけどさ、どうなんだろうね。味方として使う分には、怪しい風、能力アップしてくれるんですかね。はい、じゃあやってみましょう。転がる怪しい風。あ、ちょっと待って。怪しい風入ってんのか。ちょっとこれ連携変えよう。フレドラ。フレドラやめた方がいいと思うんだよな。フレドラあんまそのなんか反動があるから使いづらいんだよな。どうしよう。まあ、騙し打ちとかでいいか。で、まあ、種だわ。種爆弾とかにしとこう。ほい、オッケー。この連携でいきます。よし、行くぞ。え？あ、倍速。あれ？あ、さっきの怪しい風で今ダークライもしかして能力アップした。いいね。やっぱ怪しい風クソ強いよな、これな。なんか全体攻撃バージョンの原子の力みたいな。えげつないよな。なんだこいつ。剛力彩芽さん。剛力彩芽さんだぞ、こいつ。フレドラでちょっと叩き切るか。いけ。怪しい風。あー、倒しきれない。お、すげえ。能力上がるね。倒してくれ。よーし、危ねえ。セロ死ぬとこだった。変なのいるよ。マットショッティングとか撃たれるかもしれないけど気をつけようぜ。怪しい風打つね。ちょっと、PP がさ、PP ちょっと不安だよな。ほい。あー、攻撃当たんねえな。フレドラ。よいしょ。いいね。ちょ、やっぱ反動が痛いね。フレアドライビングは。うん、よし、行きましょう。なんかあるかな。ちょ、踏まないでね。せっかく2段階も能力上がってんだから。オールステータス。やべ、ミスった。めんどくせえ。アメモンめんどくせえ。え、ちょ、強いちょ、待って、これ、爆裂パンチ100固定っぽくない？なんか今の威力。爆裂の種バージョン、爆裂の種みたいな雰囲気あるよな。なんか。すげえ嫌なんだけど。すごく嫌なんだけど。嫌な予感するよな。いい怪しい風だ。当たんねえ。アメモンやべえぞ。てか、アメモン強すぎる。超マイがやばい。やめちくり。やめちくり。あ、離れたところ遠隔見切り入れてきやったし。やばい、転がるでいくか。よし。オッケー。ちょっと待って。ファストガードやばいんだけど。ファストガードやめてほしいな。当たんねえ。オッケー。どうするかな。エルレガーデンをどうにか倒さなきゃいけない、こいつ。もう、フレアドライブ。復活の種二つも使っちゃった。まだ一回だぜ、ここ。なんかさ、俺のダンジョンの探検の傾向としてさ、一回調子悪くない？いつも。一回でめっちゃ死んだりさ、階段全然見つけられなかったりさ。俺の印象が強いだけかもしんない。やべえ！ちょっと待って、一撃？やばいんだけど。
ちょっとセロの耐久力じゃやべえぞこれ。なんかガチでねえわ。オッケー。ちょっとダークライトとか使っていかないとダメだなこれ。これやばい、これやばい。マジどうしようかな。導きの、なんかいつも一回で出鼻くじかれるよな。これなんか先発のさ調子の悪さだけどうにかしたいよな。これとせ、なんか寝てんだけど、これとせ、あ、寝てるってそういうことか。え、ただ寝てるやつさえも、あ、ナイトメアを食らわせてしまうの、ダークライ君は。やるな。ただ寝ているだけなのに。ただ寝ているだけなのに、熱風。根性発動させんなよ。やけどとか、いいから。根性持ってるよな、こいつな。確か、武神って。やだね。ちょっと連携使うか、連携。うん。もりもり倒していこう、連携で。な。よし、行くか。光の玉使っちゃおうかな。うん、もう階段さっさと見つけてさ。ちょっと待って、今回のダンジョン何階まであるか見てなかったんだけど。あー、あそこにラピスある。あっち側から入った方が取りやすいな。ちょっと、歩数まで考えていくから。なんか来てんだけど。ルカリオ！ちょっと、波動の弾を撃ってくるよ、こいつ多分。こいつ多分波動の弾を撃ってくる。波動の39を撃ってくるよ。うん、爆動の52とか撃ってくるから、ちょっと気をつけて。はい。ブリーチ感覚で。オッケー、倒した。スピーヤ。スピーヤどうしようかな。なんかあいつ、逃げやった。ちょっと、拾うか。そう、これを拾いたいわけよ。あ！来たー。たださー、あーちょっと吹き飛ばしてほしい。セロにしよう。覚醒な。ただ今回メガ進化できるやつがいないから、多分、暴れたりはしないからね。本当に危険な状態になったら使おう。いつも使わないで終わっちゃうからな。もったいないよな。ライフライン、何これ、生命線。ちょっとなんか、すいません、コメント読みました。説明文で全文読めます。俺、いつも下に流れるところ見てすげえ効率悪かった。敵ポケモンを倒した時に PPA 弾を落とすことがある。ライフライン。まあ、確かに PPA 弾は生命線だな。面白いじゃん。じゃあ、セロにはめよう。危ねえ。押していくか。あ、ちょ、キラキラ、1個でさえ拾っていく。ええー。やだな。ちょっと連携使うか。でもドンファニーがいるから嫌なんだよな。どうしよう。熱風でいいか。ほい。言ってこいつブリガロンってそんな火力高くねえだろ。わあそっか、新緑か。新緑込み込みだもんな。やだな。あがんね。ナイス。あべ！ちょっと待って、不注意が多い。うん、てか、なんか反応できないな、いつも。いつも反応できない、この、直線上で出会った時にさ、先手を取られちゃうんだけど。先手を取られるというか、なんか、俺が一つ前に進んじゃうんだけど。なんだこれマジ、ワルビアルいる。そう、これどうしても反応できねえんだよな。あ、ダークライいい位置だね。え、やべえ。めっちゃ強いんだけど、ちょっと。どうするかな。え、どうするかな。これセロで熱風の方がいいかな。うん。ほい。多分ぐらいがいける。ナイス！あー、倒せない！ナイスな賭け！ナイスな賭けだね、これは。ちょっとこれ。どうしよう、こいつ潰さなきゃいけない。ただ、今、火力上がってるから。鶴の内。いけ！落ちない。だから熱風を援護してくれ。うわー、倒しきれねえのか！うわ！ナイス！ちょっとダークライ悪いやつかと思ってたら結構いいやつじゃん。やるね。危ねえ。ちょっとさー、もう、ここ敵強いなー。おい、BGM がよ、なんか、いつもの BGM だからちょっと俺、心理的な油断を誘われるわ、この BGM。なんか、いつもの BGM なんだもん、これ。とんでもない言い訳だな、マジでな。まあ、そんな感じ。そう、なんか、いつものダンジョンの BGM だとすごい落ち着いちゃうんだよな。あ、ちょっと待って。ハードなローラーだね。これさ、ダークライのさ、あれか、怪しい風回復させないとやべえわ。うん、解放者。ここでフレドラは使えない。そう、フレドラピンチの時に、その、猛火発動させてる時に使ったら死んじゃうからな。ちょっと PP エイダーでさ、その、ダークライのさ、怪しい風を回復させたい。これめっちゃ強いから。めっちゃ強いから。なんかいるぞ。何が来てる？カイロスか。オッケーオッケー。虫タイプはカモだからね。いや、ほんとにさ、敵が強いね。うん。
なんか、前回前々回とさ、その、なんだろう、まあ、雑魚敵確かに強かったんだけど、そんなに、なんかやっぱりボスが強かったからそんな意識してなかったけど、やべえな、普通にな。進んでいきま、ちょっと待って、足踏みする。なんか来た。ちょ、俺も熱風使うわ。乾燥肌、いいね。ほい。よいしょ。いきますか。ちょっとレベルもね、上げていきたいとこだよね。ドーピングはね、まだ今のところ一度もしてないかな。だからそんなに能力値は高くないんだけど。あれ何？猿か。猿がおるで、これ。オッケーオッケー。ちょ、あ、いいね。騙し討ち。どんどんね、なんか、やっぱ新しい、使うポケモンってその技がパワーアップしてないから、そこだけだな。それだけどうにかできれば。吸収いいね。はめよう。これ誰かな？セロかな？うん。部屋技とかも使うし。なんだかんだ言って攻撃範囲がめちゃくちゃ広いから、セロは。武神。これナイトメアで起こしちゃうんじゃないの？起こしちゃった。これがナイトメアの良くないところだな。ほい。ビルディングアッパー。ビルディングアッパーしてくる。回復しろ。あ！部屋技は回復なしか。部屋ってか多分遠距離技これ回復なしだな。すげえ。ダークライすげえ。やっぱ怪しい風強えな。ちょっと怪しい風なくなり次第どんどん PPA だ使ってっていいや。バルディロス。やべ、ちょっと部屋入らねえとバルディロスに攻撃できねえ。懐かしいなお前な。運命の音で散々手こずらせよってな、お前な。ちょっとどうしよう。危ねえ。ちょっと今、なんか移動すげえ不注意で押そうと思ったんだけどな、ダークライを。オッケー。単体技だと HP 回復するのか。これ熱風だと回復なしか。ちょ、痛いね。熱風行こう。うん。え？ほい。いい葉っぱ買っただ。よし、じゃあ倒していきますか。どんどんレベル上げていきたい。当たんね。攻撃が当たんね。はい、転がるをね、前段命中させる。前段じゃないけどね。で、転がるで倒すと いつもちょっと重くなるっていうね。はい、解放者。いいよ。スノムチ、ちょっと、転がるでさ、どんどん相手に圧力かけていこう。そう、転がるのと、打った時はこう、経験値が入るのがちょっと遅れるんだよ、なぜか知らんけど。相当これゲームに負荷かかってるからね。もうゲームを、3DS を生贄に捧げながらこのゲームやってるから。来た、ガバルドン。あ、地震使ってくるから嫌なんだよな。ブリガロスか。ちょっとさ、勝てんだよ。いてそうか、虫タイプは効果抜群だ、これ。よし、オッケー。で、熱風と怪しい風はもうガン、あーでも、エイダーそんなねえな。ごめん、ちょっとセロは遠慮しとくか。熱風確かに強いんだけど、あんまり対応するわけにいかねえな、これな。なんかある、ラピス。あーやべえ、元に戻しちゃったちょっと、ダメだよ。あ、これちょっとおまけアップはめたらさ、めっちゃ能力上がるんじゃない？ダークライ。いいよ、いいよ。こういう風に戦っていこうぜ。ダークライさ、ダークホール覚えねえんだもん、こいつ。初期からダークホール覚えないって謎だよな、ダークライな。なした、マジで。あ、これフレドラ撃つわ。うん。そう、フレダラじゃねえわ。フレドラ撃つね、チャンスがちょっと少ないのがね、難しいところではある。あ、これ吸収持ってるから、結構心置きなくフレドラが撃てるかもしれない。転がる撃ちてえな、ここな。転がるだな。いいね。ベロムトラップ？やべえ、なんか、やべえことされたんだけど。何それ。なんか、やべえことされたんだけど。え？俺死ぬぞ。何？ペンドラそんなやべえ技使って。え、部屋ない。ん？これ部屋どこだ？あっちかな？多分あっちっぽいな、これ。左下かな？多分。ちょっと、俺、何この構造。この、ちょっと上部屋あるかな、これ。いや、なんか変なのいる。火力低いなぁ。これ潰せるかな？ほい、フレドラで。吸収しろ。あれ？吸収しない。危ねえ。これ部屋ないよな。ちょ、何この構造？通路ばっかりじゃねえかよ。何この、なんか、スパイダーネットみたいな。ほい、じゃあ行くか。じゃあ行きます。導きの遺跡5階。ちょっと待って、ここ何回まであるかわかんないからさ、どうやればいいのかがわかんないんだけど。まあいいか。ほい。いるねえ、怒り猿。怒り猿がいるぞ。解放者でちょっと、かけてこう、圧力をよ。ほい。当たんねえ、攻撃。やばい！危ねえ！ちょ、危ねえな。火力が高え。よし、オッケー。吸収ってたまに発動するだけなんだな、これ別に。よし、行こうか。階段を見つけていくぜ。
ちょっとこれラピス外しちゃダメだ。ラピス替えとかだったらちょっと踏んでもいいかな。うん。あんまり吹き飛ばしとか、吹き飛ばしラピスとかいらないから。ほい、じゃあ探していきますよ。とりあえず階段をさ、ガツガツ見つけていきたいわけ。やっぱ、戦いを避けることで、まあ、レベルは上がりづらいけど、なんか、遠隔見切り、神ラピスですわ、これは。ちょっとセロかな？セロがちょっと、めっちゃ食らっちゃうから、あれもう、ちょっと待って、ライフライン吹き飛ばし吸収ってなんかダメだな。くぼみの玉とか持ってきてない。ミスった。ちょっとこれ草のリングル持つに当たってさ、くぼみの玉必須だな、これな。遠隔見切り。遠隔見切りくん。どうするかな、押すか。ほい。強すぎやしやせんか。威力高すぎやしやせんかね。ちょ、これ連携不可避ですわ、こんなの。ちょっと、強いし。アクロバットって何それ。敵なんだから持ってないに決まってんじゃん、アイテム。何その、素手能力が上がる技みたいな雰囲気で打ってくんのやめてほしいんだけど。やばい、死ぬ。死ね。あ、危ない。危ねえ、ちょっと今の、ちょっと連結使うわ、ごめん。危ない。あ、やばい、フレドライ死んじゃった。だからこれ連携にフレドライ入れちゃダメっつったのに。もう、ちょっと待って、もう復活の段なくなっちゃったかもしれない。もう復活のタイ一個もないわ。ごめんなさい、ちょっと僕の不注意な戦いのせいで。ダメだよ、連携にフレドラ入れちゃダメだよ。まったくよ。どうしよう、悪夢にするかな。悪夢とかどんどん使ってこうか。ごめん、ちょっとすいません、僕の不注意な行動のせいでやられてしまった。はい。ちょっとごめん、リーダー切り替えるわ。ごめん、ダークライにする。うん、ダークライをリーダーにすることによって、この角抜けたらこれお腹減んのかな。そう、これちょっとね、抜けるキャラはね、操作がむずいというか、この引っかかんねえんだよな、これ。そう、それが難しい。じゃあ行きますか。そう、なんか部屋とか、タイプ相性的に絶対戦いたくないんだけど、こいつと。ちょっと待ってね。セロ火炎放射にするか。火炎放射、悪夢で、ね、眠らせよう。んでヘドロ爆弾、ほい、よいしょ。これで、あ、バルディオスがいる。寝たかな。よしよしよし。眠らせてしまえばもうこっちのもんすよ。当たんね。ちょっと待って、これ。起きちゃったんじゃない？ちょっと、お前、ベホマラ使うのやめろって、マジで。ベホマラは反則技だぞ、マジで。よ。セロ、ちょっとフレドラ打たないでほしいな。フレドラ打たないでほしいな。ちょ、熱風打つか、お前。ほい。オッケー、いいね。行くか。ちょっとセロ、ちょっとセロに対、使いすぎたな。種田はさ、その、あれをつけてるからさ、なんとかのリングルつけてるからさ、青のリングルか。これで HP 上がってるからまだいいんだけどさ、ちょ、セロは何もつけてねえから厳しいよな。ちょ、もう一度も死ねねえぞ。ま、一応復活の玉が、みんな復活の玉があと二つあるから、あ、やばい、顔の中取っちゃった。ちょっとこれ、つい通り過ぎちゃうんだよね。ゴーストタイプの怖いとこそこだよな、なんか。ついつい壁の中通っちゃって腹を無駄に消費しちゃうっていう。うん。来た。戦いたくねえな、ブライが。ブライオンか。ほい。セロやけに喧嘩売るな。あ、いいよ。これちょっと無視しよう。うん、進んでいきましょう。なるべく戦いたくない、もう敵と。即降りで行くよ、即降りで。なんかいるな。怪しい風打てないから。押してこう、押して。んで、種田でさ、ちょっとこう、連携をしていくわよ。悪夢ってこれダメージ入ってねえから、あんまり、そう、連携難しいよな。あ、ヤンちゃんも起こしちゃった。お前、ヤンちゃんもこんなところでよ、お前ギラティニアに捕まってた頃とは大違いなほど強そう、こいつ。絶対ギラティニアに勝てそう、短期で。そのくらい強そう、こいつ。ここに出てくるヤンちゃんは。来いよ。よし、健康石化で行くぞ。悪夢使う、悪夢。短期で。短期悪夢でさ。ういほい。よし、行くか。ちょっとセロ怖いな、これな。よし、階段見つけんのいいぞ。いい階段の見つけ方。導きの遺跡8階ですね。ちょっとさ、俺別に縛りプレイがしたいわけじゃないんだぞ。お前、復活の種縛りをしたいわけじゃないからさ。早く復活、どっかで不知復活かなんか拾えねえかな。ほい、悪夢どんどん使ってこうぜ。眠らせれば怖くねえからよ。ほい、よし。オッケー、何これ。オレンの実、いいね。あ、なんか今回足りねえと思ったらオレンの実持ってきてねえわ。やべえ。
ちょっと、まあ、ひまもり。どうするかな？あー、スロー HP100 か。ちょっと待って、HP100 の時にオレンの見つかった110になるのかな？ちょっと待ってね。あー、まずラピスカバンに入れた方がいい、これ。拾おう。ほい。カバンに入れてから考えよう。バッグがいっぱい？なんでやねん。お守りはいらない。あ、交換しよう、ただの種とよ。ちょっとこれはさ、交換していかないと。ごめん、ちょっとね、調光します。はい。これさ、オレンの実って HP100 の時に使った110になんの？ 100 までって聞いたけど。使ってみようぜ。どうせオレンの実使うタイミングないからさ。ほい。上がってる？上がんなかったわ。99までだったね。なるほど。ちょっとオレンの実1個もったいなくしちゃったけど、まあ勉強代だと思う。そこは。うん、勉強をさせてもらったと思ってさ。うん。ちょっと、今回我慢しましょう。はい。よし、みしびきの遺跡9階。いるね、なんか。ナイトメア起こしちゃうんだよね。寝てる？寝てないよな、こいつ。気合溜めるね。なんか、妙に人間だな。なんか、ゴーリキー気持ち悪くない、こいつ。手が長いからかな。なんか、めっちゃ気持ち悪くない、このゴーリキー。手長すぎない？体に対しての手の長さ異常じゃないか。手長ザル並みのこの、わかんないけど。なんか気持ち悪くない？今回、ゴーリキ。今見てすげえ思ったんだけど。どうすかな？まあ、普通に攻撃でいいかな、ここは。よし。食べよう！ほい。いただきまーす。よし、行くか。ちょっと HP がさ、低めっていうのが厳しいとこだよね。いっぱいいる。ちょっと待って、あのラピス欲しいな。ちょ、PPA だ、行くわ。PPA だ、行きます。これ怪しい風打てるようにして、敵がとにかく多いから、セロに、この熱風を打てるようにして、俺怪しい風を打つ。当たんねえな、全然。ちょ、やっぱ連動が足りねえ。オッケー、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 いいね。ちょ、もうどんどん発動する。全員ぶっ殺す。全員ぶっ殺す、この部屋にいるやつは。セロできればさ、熱風を打ってほしいんだよな。やばい、セロ死ぬ。ブリガロス。お前熱風持って、あ、熱風 PP 切れてたのか。ほい。オッケー、いいね。よし。いいぞ、通過。どんなところでも歩けるようになる。え、お腹減るとかじゃないの？ちょっとずつお腹が減っていくから。そうだよな。これいらないかな。これいらねえわ。ちょ、セロの HP 増加に使おう。ただでさえ HP が低いからよ。はい。じゃ、ちょっと。ワナミエ、ちょっと待って。ワナミエ、俺に装備した方がよくない？これセロじゃなくて。今セロにつけてるけど、何の意味もないよな。リーダー。ごめん、ちょっとダークライを主体で行くから、ちょっと切り替えるわ。外す。戻して、で、草のリングル。取り替え。見切りのリングル。で、ダークラインに草のリングルを持たせると。ほい。あれ？てかさっきリングラピス拾わなかったっけ？あるじゃん。これちょっと HP に使おうぜ。ちょ、これもう、あー！ダークラインは使わなきゃよかったかもしれん。まあ、いっか。100以下にしとかないとさ、そのオレンの実で一気ドーピングができないから、ちょっと難しいところだけど。まあ、いいでしょ。ほい。よいしょ。吹き飛ばし罠見え。罠見えもいらないんだよな。まあ、後でなんかと交換しよう。おい、じゃあ進んでいきましょう。導きの遺跡10階。もう一度も死ねねえからな。もう一度も死ねねえからな。いるねえ。まあ、怪しい風安定でしょ。プレッシャーか！めんどくせえことしてきやからな。おい。もう PP がない。あ、ポンポコだ。お腹が減るからさ、お前近づいて来れない。回復しれ！はぁ、あ。ちょっともう。やめてくれよ。セロ何やってんの？セロ何やってんの？死に、お前、そこ火炎放射撃ってる距離だよな。火炎放射の射程だと思うんだけど。コンピューターうまく動いてくれない時あるな、これは。やだね。ここら円形使っていくか。素直に。ほい。プレッシャーやべえ。やめてくれ。プレッシャーだけはやめてくれ。ほい。で、ちょっと PP を、PP もね、ないんだよ。
どうするかな、セロかな。ちょっとコンピューティングよ。よし、行くか。進んでいきます。難しい。あ、やばい。ちょ、つい壁の中めっちゃ歩いちゃうんだけど。やだなぁ。あ、これパクれるじゃん、一応。味方を見捨てれば。まあ、見捨てねえけど。見捨てないけど。あ、マックスちょっともらおう。ほい、交換。すいません。ちょっと PP マックスいただいていくわ。何いらない。あ、そう、ただの種がよ。もう6個も作っちゃった。あぶねえ。お前、隠れ音商店でよ。隠れ音商店で自信なんか使ってんじゃないわよ。何してくれとんねん。やばいんだけど。ちょっとさぁ。どうするかな。ちょ、弾使うわ、ごめん。弾を使います。もう、自信なんか使っちゃダメでしょ。あ、くもりの弾1個あんじゃん。縛ろうか。ほい。隠れ音縛んなよ。隠れ音縛っちゃいそうで怖いんだよな、なんか。不中活取って、そこの、くぼみの玉、使うか、金はある。ほい。くぼみの玉つけて、プチ復活も欲しいね。いいね。え、めんどくせえ。ん？なにこれ。自分も受けて、相手が受けたダメージを自分も受けてしまうぞ。はぁ、相手が倒れた時のダメージは受けない。殺せってことでしょ？つまり、ワンパンでぶっ殺せってことでしょ？ちょっとビークイーンこれ砂嵐で起きちゃうんだけど、こいつ。ワープさせるか！邪魔だからな。どっか行ってくれ。で、これも欲しいね。ちょっと、ただの種と交換しよう。ほい。あとなんかいる。リンゴか。え、高くない？リンゴめっちゃ高いんだよ。破格なんだけど。何それ。ほい、ここら辺ももらっていくか。これさ、壁の中から出たらさ、犯罪になりそうだから怖いよな。はい、オッケー。5円で買い取ります。これ安っ。はい。もう、ありがとうございます。じゃあ行くか。ちょ、種で生き返らせてえな、これな。これ自然回復がないのがやばい。ワルビアル倒したい！ごめん。ちょっと下がるわ。一回下がってさ、PPA で使おう。うん。種では生き返らせないことには話にならないが。ちょ、とりあえず怪しい風行こう。プレッシャー。まったくよー、ビークイーンさんよー。やってくれるじゃねえか。晴れになった。よし。いいね。セロちょっと援護。これ HP ピカピカしてると援護射撃してくんねえのな。え、もしかしてお腹減ってんじゃない？もしかして。ましかして。そんな気がする。あ、そんなことねえわ。なんで援護射撃してくんないんだろう。火炎放射あんのに。熱風まであるんだけどな。よくわかんねえ。いいね。いいね。猛火熱風強い。ただちょっと、種田を生き返らせたいね。ここは。物見え。いいんじゃない？で、誰か禁止の玉、ワルビアルが禁止の玉、玉拾ってたからさ。禁止の玉じゃない。禁止の種か。それ欲しいとこだね。そして、種田を生き返らせたい。もう、これ、友達するかもしんねえから嫌なんだよ。どっちか生き残んねえことによよ。来た！そのワルビアル倒さないと。当たんないね、攻撃。いいよ、猛火。猛火がすごくいいよ。倒せない。よし。で、拾う。禁止の種、ちょっとどうしようかな。死なないに越したことはないけど。オッケー、熱風いいぞ。ちょっと俺も近づいていくか。プレドラ。あんま撃たないでほしいんだな。あんま撃たないでほしいんだな。ピカピカするからな。眠らせよ。ほい。よいしょ。で、ちょっと足踏み。熱風。コロトックか。コロトッキングか。ロビアー！やばい。やべえ、想像以上にやばい。どうするかな。え、これ次の回に移動すべきなんだけど、種田だよな、種田を、ちょっと復活の種で種だけ戻して、種田を戻して、次に進もう。ほい。あぶねえ。え、治ってるよな。え、これでフォロビー来たら終わるぞ、マジで。よし、計画通り。よし、行くか。ラグランジュがいる、ラグランジュがよ。ちょっと、ラグランジュ1がいる。ちょっと、こいつ。あぁ！想像以上にやばい。ちょっと待って、ラグランジュ想像以上にやばいぞ、こいつ。えぇー。
うわー、やっぱ、エリア全体を使ってくるやつはやばいな。縛ろうか。なんか使わないとまずい。瞬足使うか。おい、瞬足使ってよ。安心風で削って、ちょっと待って、敵強くない？いや、さすが超難しいダンジョンといえばそうなんだけどさ。あれ？難易度超難しいだったっけ？ごめん。ちょっとさ、俺見てなかった、スタートするときに。もしかしたらめっちゃ難しいとかかもしんない。じゃあね、これ、あ、地面タイプだから縛れば、大丈夫じゃない？一応。倒すか。ほい。みんなで連携しようぜ。あれ、種田技ない。ちょっと待って、種田の技が切れちゃったよ。フレドラ撃てないしな、転がる。騙し討ち。種爆弾とかね、いいかな。よし、行こうか。なんか落ちてるね。分身玉。あ、分身玉悪くないよ、これ。確か回避率を上げるっていう。12回。はい、じゃあ進んでいきましょう。ちょっとここ何回まであるか見てなかったから、そう、すごい嫌なんだけど。なんかいる。あれ、ラグランジだったやだな。